中に入っていたが前田が持っている。前田、そして入ってきた前田、出して栗原の3来ました。この選手です。エンドインバウンズ19秒、栗原へ。ベナシ、サイモン匠、空いていたコーナーフリー来た、来ますね。昨日5本放って、ここも北海道スイッチ、この位置から打つ、リバウンドはマクンリー。昨日も無得点に終わっている秋野は来ない。あっとセカンドチャンスだ。三井からホーキンソン、変わって入っているホーキンソン。そうですね、あれやリングに近いところではもうどうしようもないですよね。信州セカンドチャンスよく残しました。よく残しましたね。岡田から前田へ、マーフィーのディフェンスをかいくぐっていった、前田決めた。北海道はディフェンス、そのディフェンスの受け渡しスイッチ、栗原よく入れましたね。ホーキンソン、そうですね、シンプルでマクエンリーうまかったですね。来ませんね。おっと、ただ取れてますよね。取れてますね。これで得点入りました。来ましたね。来ました。苦しい時のタイモン、サイモン選手狙ってくるんじゃないですか。サイモン今右コーナーに張ってます。ロブ、マクエンリー飛ばして入れました。そうですね、これ見すぎると良くないんですよね、はい、ボールを持ってる時間が長くなる。サイモン来るか、このスリー来た、来ました。今日3本目サイモン匠。まだ橋本だ、橋本入ってくる、そして出して中野のスリー、手を当てた。サイモン放ったシュート来るか、ブザービーターにはなりませんでした。リングから遠ざかるこのモータムの動き、モータムボールを失わない、ブロック、ディフェンス効きました。ナナ・ダニエル、髪型がこの2人によく似てます。ホーキンソン、かわせるか、見事に沈めました。ホーキンソン、前田に対してかなり近い距離で、しかし前田入ってきた、その前田、そうですね、いいプレーですね、いいプレー、前田からマクエンリーへ、これはいい形になりました、はい、やはり彼がアタックして、はい、落ちた、残した信州、セカンドチャンス、さあ、三井、栗原、スリー来るか、来ました、来ましたね、栗原のスリーポイントシュートは今日3本目、そうですね、マクエンリーから栗原へ、そしてホーキンソン、空いた前田、オープンスリー来るか、来ました、来ましたね、いい形を作り、ホーキンソン、ホーキンソンから前田、ファールもらった、エンドワン、バスケットカウント、先輩後輩で、先輩の意地見せましたね、白鴎大出身校、今日岡田に対して7、ホーキンソンがウィークサイドに振って、栗原来た、ホーキンソンと櫻井です。ターンショット、ジョシュ・ホーキンソンが沈めて、岡田です。岡田ペイントアタック、うまいですね岡田、今日初得点、うまいですね岡田だ、出してマシューアキのコーナースリー来た、コーナースリー来ました、マシューアキの昨日1本。時間をかける信州は誰を最後にシュートを打たせるか、ホーキンソンバックショット、リングの上を転がって沈めていきました。ちょっとソフトになってる感じがありますよね。なるほど、ここもそうですよね。昨日のプレー出ました、昨日成功したこのパターン、またそのディフェンスのインテンシティが上がって、あの強度が上がっていいと思いますね、はい、モーズリー、ホーキンソンバックショットを沈めてきた、ロングの手も絡んできたリバウンドでしたが、三井が取って信州ボール、打っていくスリーポイント沈めました、
前田のスリー、さらにファウルあった。シュシュボール空いてますね。栗原からモズリーへファウル、ってますね、沈めました。これは今度こそのバスケットカウンター4番です。今日ここまで45点に抑えている信州、得点力が自慢の北海道、その攻撃を封じています。ホーキンソンです。よく入れましたね。いいですね。手を出していった足元、そうですね、プレッシャーかけてますね。3シーズン連続で北海道のキャプテン、マケニーに渡る。しかしここも日本人選手3人が行きましたが身長差があります。ディフェンスで貢献したいという桜井、その桜井をサイモンがかわしていく。モズリーがフィニッシュです。状況にあります。寺園自分で行くがブロックした。マケニーです。